大未礼は、日本のアスカ時代に制定されたとされる、法令体系。全22巻。古代日本政府による最初の律令法典に位置づけられるが、原本は現存せず、存在を裏付ける資料に乏しいことから、存在説と非存在説の間で、激しい論争が続いている。両説とも、律が制定されなかったという点では、ほぼ見解が一致している。 存在説の根拠は、天智天皇の命令により、藤原鎌たりが天智元年に律令を編纂した、及び天智元年に令22巻を制定した。これが、大見朝廷の例であるの2つの記事である。当時は、天智天皇の下で政治体制の近代化が進められ、中国の諸制度の積極的な導入が行われており、 その根幹となる律令が当然に定められたはずと見るのが存在説である。存在説の立場では、大未令は律令制度に至る先駆的かつ重要な法令であり、後のアスカ・清見原の例や大法律令へ影響を与えたとしている。しかし、富士市家電も公認格式も後世に編纂されたものであり、聖史の日本書記には大未令制定の記事はない。 しかし、天智九年上、朝庭の礼儀と航路の相昼ことをのたまうとある。これは、礼と共に礼を戦術させたのである。天智十年に、官位、八度のことをのたまいを行いたもとある。また、公認各式は、天智天皇系の高等を重視した記述となっているため、天智天皇の業績をより大きく評価したものであると理解できる。これが非存在説の根拠である。 ただし、既存在説はいくつかの立場に分かれている。全く例は存在しなかったとする説、展示期に制定された処方例を総称して、広大に大見例と呼んだとする説、完全ではないが、ある程度の例が編纂されたとする説、ほぼ完全な形に近い例が編纂されたが、思考は一部にとどまったとする説、などである。既存在説の主張は、 律令制構築への動きについて、天智天皇よりも天武天皇の影響力の大きさを重視する傾向が強い。六百六十七年に天智天皇は旧都アスカから近江大海大討へ移し、六百六十八年には即位し天智天皇となり、新たな政治体制を発足させた。この政治体制を大海朝廷という。大海朝廷が六百六十八年に制定した法令なので、 大見朝廷の例または、大見礼と呼ばれるようになった。天時十年、大友美を大城大臣、蘇我赤江、中富の金を、左右大臣、蘇我畑康以下三人を御子大部とした。これが、大見礼の完成である。新しく大城大臣を置いている。御子大部は、新しい官名で、後の名言の前身で、大化前代以来、大臣、大連の下にあった。 国政参議官、ライブの性を完成化したもの。なお、大見朝廷が滅亡した672年に大見令が廃止されたとする意見がある。ありがとうございます。